よし、じゃあやっていきましょう。任天堂スイッチ版のシャドウコリドー影の回廊をやっていきたいと思います。で、今回は肥大化した象の修羅をやっていくんですけど、ぶっちゃけこれ挑戦者と何も変わらないんで、まあ映像的に同じなんで、まあ、クリアした時のね、あの映像だけを、まあ、確認するっていう感じで、まあ、とりあえずこんな感じでもうねじり鉢巻きでやっていきたいと思います。では行きましょう。 GO!で、お助けセットとか持ってくる意味ないんですけど、まあハンドライト、懐中電灯ぐらいは、まあ、持ってきてもいいかなぐらいな感じなのかな。で、これでまあちょっとした、まあ、攻略法があって、これね、挑戦者でも初心者でも同じなんですけど、でちょっと視点感度が、とりあえずスキップしますと。そしたらこのまま行きますよね。まあ、通常通り。よし、よし、来る。で、通常通り。で、走りながら開けると。チェックポイント、あ、間違った、こっちはない。とりあえず体力がなくなってもいいんで、なくなったらダメか。危ない。で、ここチェックポイント来ましたよね。チェックポイントに来たらもう OK です。とりあえず体力が15しかないから厳しいので、死んで固定のマップ、回廊系のマップじゃないのはチェックポイントから再開することができるんで、シラでもね。そうするとね、100になってるんで、またこっからただやり直せばいいだけなんですよ。だから次のチェックポイントまで死なないようにただ頑張ればいいと。で、体力が減ってきたなと思ったらもうチェックポイントからやり直すだけ。で、OK。とりあえず次のチェックポイントがもうちょっと先なんで頑張ると。で、ここでチェックポイントなんで、またこっからね、ここで死んでやり直せばいいと。挑戦者と特に変わりはないんで、ダメージ食らったとしてもノーダメージっていうのを目指してない限り
大丈夫かなと。でここでチェックポイント、でこれやべえなと思ったらこうガン見して、すげえもしもし、で再開と。こんな暗かったっけ？なんか暗くなるの。ダメージを食らうと暗くなるんだ。で行きましょうと。でここちょっと食らっちゃうんだよな。閉めていきましょうと。でとりあえずここクリアしたらチェックかな。うん、そしたらまた体力がやばいんで、あ、これ死んじゃってもいいと。無理する必要はない。ただ間違ってるね、ステージを最初からにしないように。でここはあの道案内のね、白い玉がないんで、ここは迷わないように行こうかっていうね。ただ基本的にスタミナを回復する緑色のある場所が正解なんで、どっちかなって見て、緑色あったと思ったらこうとかね。まだチェックじゃないからここはちょっと安心できないねっていうね。でここでチェックポイントになるはず。なのでまたここで、まあ、死ぬっていうね。ダメージがやばかったら死ぬと。無理しないと。何回もやり直せば難しくないと。まあぶっちゃけもこっからこういう風に落ちた方が早いかも。コート。で、こんなもんかな。で、こう。で、こっちね。スタミナを回復して。危ない。ちょっと早すぎた。ここは結構きついから、やばい、来てる。一旦ここで早急で行きましょう。ここはもう慌てないでね。危ない。でここでチェックポイントなんで、またね体力、
温存したい人は、体力を、ね、回復したい人はもうチェックポイントからやり直すと。でもちろん体力の小瓶がないんでね、やばいここやべえよって思ったらもうなめと。出てきたら走るぐらいな感じで。危ない。でここでなるべくダメージはあんま食らわないと。で、で来るからこうと横移動、横移動、まあ、ちょい斜めでもいいんだけど、とりあえず横移動で逃げると。来てるからちょっと横、そしたら今度こっち行かないといけないから、じゃあどうするかって、ちょっと今横で横来てるから横見ながらね、見ながら横ちょっと斜めで、でちょっとあとはもう駆け抜ける。こんな感じで行きたい方向にまあ横移動でちょっと逃げていく感じで、ここまで来たら大丈夫と。あとはねチェックポイントなんで、またやり直すと。ここでチェックポイントなはず。 OK。 この体力だときついからちょっと厳しいかなと。いけなくはないけども、もしこれをね、まあ1回で行きたい人は Steam 版見た方が早いかな。まああんまり解説とかしてないんだけど、まあ斜め移動で。で、紫も来るから取りつつ、まあでも挑戦者と変わらないんだけどね。ダメージ量が違うってだけで。来てるってなって。やばい、危ない。今危なかった。ちょっとねコントローラーが止まるよねって。だとりあえずスキップと、ということでクリア。ということで修羅モードもクリアと。お母さんと K がいる。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。なのでね、まあ、簡単に行くにはチェックポイントからやり直して体力をね100の状態でやり直すと。ただそのチェックポイントに行くまでの間に、まあ、やられないようにっていうだけかな。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。では。